ちょっと一人その収録見に来てた子がいるんでちょっと呼びたいと思います。この方です。どうもお願いします。ゴッホムケーブルでーす。よろしくお願いします。俺さブルーが声張ってんの初めてマジで、マジで。うちら僕ら3人が住んでいるあの家の管理人っていうかね、はい、よく掃除に来てくれる、ね、もうほぼほぼ毎日のように遊びに来てくれてるんですけど、はいはい、声張ったとこ見たことなかったんですか、はい、俺びっくりして、こうやるんだ。ゴッホムケーブルでーす。ファッションやらせたね。こうじゃない。ファッションチルドレン。こうじゃないです。ピンクのタオル巻いてます。あ、これ何すか。これは、おあカープ女の子出ました、はい、カープ坊やに、ね、王座これ知ってた。カープ坊やとカープ女の子っていうのが、ね、カープ坊やは知ってるよ、うん、カープ坊やは貯金箱をね俺らの家の玄関に置いたんだ。あれどうしたの、買ったの。でも俺が置いたわけじゃない、勝手に来たんじゃない。カープ坊やカープ好きが揃ってるから、うん、カープ坊やが来たんじゃない。向井さん今日どうでしたか。見てたの。いや小沢さんはこうトーク、まあ、後ろからずっと聞かせていただいてたんですけど、うん、この人まだまだ伸びるなって思ったんです、はい、どうやらいじり始めた、はい、絶対いじってんじゃねえか、はい、一人でのフリートークもねすごい面白くて、うん、はい、勉強させていただきました、ね、すごいです、はい、恋の季節は長い方がいいと俺大好きだわあれ。なるほど、面白い。いや俺はあの恋の季節は長い方がいいっていうのを、はい、言っちゃっていい。どうマスマの台本通り。いやいやいや書いてない書いてない、そうなんです、書いてない。今度またぜひ来てくれませんか。本当にていうかみん徳井くんとさ、そうそうみんなでやるな。ああやるやろ。俺と、うん、じゃあ俺らの家でやれよ。ホームシアターですからね。恋の話シアターじゃなくても、そうか、今度は徳井くんと小沢とさ向井くんゲストに、別番もホームテレビさん僕らやるんで、もしよかったら小沢の番組、スピードワゴンの番組、いやいや俺と徳井くんとマスマンと、ね、ブルーの番組やろ。ぜひ検討していただけませんかね。ホームテレビさん、グータンヌーボやろうよ。グータンヌーボいいですね、グータンヌーボ。グータンヌーボやろ。